皆さん、こんにちは。今回なんですけれども、バルサグリズマ、えー、ちょっとね、そのあたりについて、えー、お話ししていきたいと思います。早速行ってみましょう。こちらは、えっ、ー、と、ツイッターからですね、バルサアットテーさんですね。ありがとうございます。わかりやすい解説に丁寧なコメント返し、海外サッカー好きが絶対見るべき。 本当にすごい方です。できれば拡散お願いします。もっと伸びてほしいです。はい。というわけでね、ありがとうございます。えっ、ー、と、昨日に引き続いてですね、えー、こうやってですね、宣伝していただき、えー、あの、チャンネル登録者数もですね、また増えまして、えー、本当にありがとうございます。この調子でね、えー、僕もガンガン、ガンガンというか、まあ、少しずつでもいいので、えー、ここですね、伸ばしていきたいと思っているので、えー、皆さん、引き続きよろしくお願いいたします。 続いて、えー、こちらはサッカー太郎さんですね。ありがとうございます。バルセウにデリフトが来た場合は、ピケの相棒、左のセンターバックに当てはめると思いますかはい、というご質問です。えっ、ー、と、そうですね。僕はデリフトを、まあ、本当に取るのだとしたら、まあ、ピケの相棒というよりは、ピケの代役、ピケの後継者としてね、えー、育てていくつもりなんだと思います。で、今シーズンは、 あピケとね、ラングレっていう2選手があ完全に、ね、センターバックのレギュラーになっていて、まあ、ラングレはね、怪我で、えー、離脱していったユムティティからあ完全にレギュラーを奪ってしまったと。で、今のバルサのサッカーの場合、左のセンターバックにはですね、左利きの選手を置きたいというのがあるので、デリフトのが左のセンターバックに入って、ピケが右のセンターバックに入ると。で、これはまあリーガ、リーグ戦、 でですね、シーズンを通じて何度か試すとは思うんですけれども、この2人がレギュラーになるってことはおそらくないかなと思います。で、まあ、バルサとしては、まあ、ピケの年齢も考えて、えーまあ、来シーズン、まあ、またその次のシーズン、えー、ぐらいにピケをね、カラオのレギュラーを取れるぐらいの選手をこの夏に取りたいと。でこれはですね、えー、今回、えー今、今シーズン、ユムティティとラングレイに起きたことで、 えっと、なので,で、デリフトは、ああ、左のセンターバックではなくて、右のセンターバックで、え、PK からね、レギュラーを取る、つもりで、え、移籍するのであれば移籍してくるべきだと思いますし、まあ、そのあにも含めてね、え、バルサー移籍を本当にするのかどうかというのも、考えるべきじゃないかなと思います。次に行きたいと思います。こちらは、ああ、19バルサーさんですね。ありがとうございます。グリーズマンの特徴を紹介してください。 また、ロドリーの獲得はあるんでしょうかというわけでね。えー、と、まず、ロドリーをバルサが獲得するかっていうところですけども、まあ、僕はないかなと思っています。ロドリーが行くとしたら、マンチェスターシティ、えー、ペップがいるね、マンチェスターシティだと思いますし、ないしろンシロ警戒準金7000万ユーロを、これをですね、出す、ほどの資金が、今のバルサには、ないですし、まあ、ポジションとしてもね、 えー、ブスケツが絶対的にレギュラー,ーとして君臨している状況で、でまあ、あのポジションは、ね、今のところ、大体ラキティッチがあ2番手。えーでまあ、試合によってはあビダルとかあセルジー・ロベルトがやったりもするんですけども、来シーズンもね、お、え、そ、ー、らくブスケツがレギュラーで2番手の選手をラキティッチを中心に、まあ、ラキティッチを売らなければですけれども、お 回していくと思うので、えー、バラスカルドドリーを獲得するまあ、可能性は非常に低いかなと思います。で、グリーズマンの特徴ですけれどもまあ、これはどうでしょう？まず、じゃあ,あとロシアワールドカップのフランス代表のね、えー、メンバー。あーまあ、あの時の夫人とまあ,あとまあ、アトレティコのですね、えー、夫人なんかを。 出しながら紹介していきたいと思います。まずフランス代表ですけれども、基本的にまあ4231で、えトップシャンのどこにグリーズマンを置くっていう形をね、デシャンはこの前のワールドカップで取ってました。でまあグリーズマンの役割としては、えっ、ー、とまあ、 でしゃがですね、えー、連動したプレスをするので、えー、まあその、剣士速攻っていうところもそうですし、守備から入った時に、えー、きちんとですね、相手の、まあセンターバックのところにプレスに行く、まあ,あるいは相手のボランチのところを二人にしに行くっていうところ、まあ守備のところのタスクですね。で、これは、あの、逆説的に言うと、シミオネの下で、えー プレイをしていていグリーズマンの守備力が高まったことによってそれがフランス代表に還元されたとこういうところがあるんですけれどもまあ余談ですけどねこの前あの SNS にですねあのグリーズマンの守備力がすごい高いぞみたいなのがコメントが来てありましたねちょっと面白かったんですけどはいえーまなのでそのグリーズマンの ま,あまず守備のところですね、守備をしっかりするっていうチームにおいて、彼がトップしたとか、トップにいると、チームとしては非常に助かるというのがありますで。そこからトランジションでカウンターに入ったりとか、攻撃に出たときに、まあ、グリーズマンにボールを上げてで、できるだけグリーズマンが前を向いた状態でね、ボールを受けられるようにするっていうようにです、ね、チームとしては動いていって、 にグリーズマン前を見てボールを受けたときに、例えばフランス代表で言うと、まあ、ムワッペっていうね、まあ、強烈な選手がいますから、まあ、彼のところにいいボールを配球するとか、えー、あるいは、まあ、そのジルですね、センターフォワードとコンビネーションしながら、あー崩していくっていう,うところ。で、それがやっぱ非常にグリーズマン上手いですし、あと、デシャンがね、グリーズマンを重宝していたもう一つの理由っていうのは、まあ、セットプレーですね。えー、非常にね、左足で正確なキックを,を持っているので、 えっと、コーナーキックとか、まあ、そのゴールに近いところとか、まあ、サイドのところでフリーキックを取って、えー、グリーズマンの正確な左足のキックから、あ、あの時のフランス代表で言っユムティティとかあ、バランですね、えー、ヒデンが強い選手が飛び込んでいって、まあ、ゴールを落とし入れると、えー、そういった役割を担って、えー、いましたし、まあ、そのね、やっぱグリーズマンの力があって、フランス代表は、あロシアワールドカップで、ね、優勝できたんじゃないかなと思います。 あとはですね、まアトレティコ、シメオネアトレティコにおける、まグリズマの役割とかですね、ここまでの、プレイ、えー、というところですけれども、まあ、まあ、フランスに近いところがあるんですよね、まあ 島根の場合は4あ4 − 2で中盤フラット型で戦うことが多、ね、かったんですけど、グズマは2トップの一角で、まあ、流れによっては縦型の2トップになるっていうところで、ま,あ、でもまずう求められるのは守備ですね、守備のタスクのところで、えー、きちんと、ね、相手のディフェンス陣だとか、まあ、中盤のところにプレスに行くと、前線からプレスに行くプレスバックで 相手、えー、のボランチとを潰しに行く、あるいはあ自分のチームのーミッドフィルダーの選手と一緒に、ねえー、プレスで連動しながらボールを回収するというところがまず、シめ寄ネから、ね、グリーズマンに求められていたところだと思います。であとはその今季のカナートリティでいうと形としてはあ時々、ね、そのグリーズマンサイドに入って、えー、そこからトップ下のところにずれていって サイドバックが上がってきて、まあ、3 − 5 2みたいな形になるとか、割と遠距離変に、ね、いろいろやっていたんですが、とにかくグリーズマンという選手はですね、あのー今でまあ、少し前で言えばトップ下のポジションですね、トップ下のポジションとか1.5ですね、セカンドトップと言われるところに置かれると、まあ、進化を発揮すると。 えー、なぜなら、そこのゾーンで、えー、前を見てボールを持ったときに、えー、たくさんのオプションを持っている。まあ、シュートも打てる。ゴールも決められるし、まあ、ラストパスも出せると。で、ファールをもらってフリーキックで、まあ、自分でフリーキックを決めることもできるし、それを味方に合わせて、えー、決めることもできるっていうところで、えー、グリーズマンっていう選手は非常に、ね、価値が高い選手なんじゃないかなというふうに見ています。それとですね、えーまあ、こちらのコメントがあ、グリーズマンの遺跡の行方は、 まさか言うならの家族夫人の、に対するものだったというのもあるので、えー、そこでもね、少し話しましたけれども、グリーズマンがもしバルサに移籍したらっていうところって、えっ、ー、と、僕が思うのは、まあ、ジレンマとしては、えー、メッシ、スワレス、グリーズマンっていう3人を、そういうときに並べられるのかどうかっていうところですね。で僕としては、グリーズマンが今のバルサに行くとしたら、<laughs> あバルベルのバルサに行くとしたら、彼の、 強みっていうのは守備ができるフォワードの選手と守備ができるアタッカーの選手走れるハードワークできるというところがおそらくグリスズマスの強みストロングになってくるんじゃないかなと思いますそこを前面に出していくことによってスアレスとポジション争いをしていくとでそれによってメッシュとスアレスで442でずっと とやってきたと。まあ、433になっても、可変式442で守備の時は、あの2人は守備をしなくていいっていうね。まあ、こちらでも、このチャンネルでもね、えー、話題に上がってきましたけれども、それを、まあ、グリーズマンが入ったことによって、まあ、その序列だったり、今のその形をね崩せるんじゃないかっていう可能性があると思います。で、グリーズマンがバルサに入ってきて、433でやるんだとしたら、あ僕が一番いいなと思うのは、えー、と、右のウィングに置くことをですね、右のウィングに置いて、 しっかりとウィングなんだけれども、サイドのところで戻ってきて守備をすると、えー、アップダウンをすると、でそういう意味ではあ、加減式の4、4、2を取れるという意味で一緒ですし、で右のウィングに入って,て攻撃の時にですね、えー、少しこう中央に入ってきて、トップ下のところでボールを受けて、前を向いて、えー、仕掛けていくとかあ、ゴールに向かって仕事をするっていうのが、 できるんじゃないいかななと思いますなのでこの流れで言うとそのメッシー、スアレスの、まあ、もう本当破壊的な、ねえー、キレッティル・コムス2人にこの序列を崩すというところでもしスイートップがですねデンベレ、えー、メッシー、グリスマンと例えばなったとしたら。 このね、えー、序列を崩せますしこれでいくと守備をしないのはメッシだけになるとつまりテンベレとグリズマンが中盤のところに戻ってきちんと守備もするってなると,、えー、と試合中にですね、えー、一時的に本当にこう、まあ、4 5 1とかいうか、まあ、4 − 1 4 − 1みたいな形を作れるようになるので、えー、特にその守備 をガッツリやりたいっていう、バルブレードの考えにもそれは合致しますし、バルブレードとしても、やりやすいし、まあ、リーガで2連覇してますが、あおそらくまた、来シーズンたくさん分析されると思うので、今シーズンと違う戦い方をするという意味でも、これは、大きなね、可能性が、を秘めた、あ戦い方にね、えー、なるんじゃないかなというふうに、え思います。